は支配が登録おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、会見を終えて今どんな気持ちですか？一番会見が緊張しました。だからほっとします。笑顔なかったですもんね。いや、引きつってました。いや、まあさすがにね、この場というのがなかなかね、ないと思いますが、まあでも改めて会見終えて、まあ、ほっとしてると言いますけども、まあ率直な今の気持ちどうですか？そうですね、やっと試合が登録になれたので、なんか言っちゃ素直に嬉しいです。はい。でも会見なかなかちゃんと喋れてましたね。本当ですか？全然もう覚えてないです。緊張して。はい。まあでもね、改めて試合会になってこれからの目標というのはいかがでしょうか？そうですね、やっぱりあくまで通過点なので、ここからもう一度気を引き締めて、今度一軍に呼ばれてもいいようにっていう気持ちと体の準備をしっかりやっていきたいと思います。まあ、会見でもね、話はしましたけども、まあ、一番に知らせた方っていうのはどうなんですか？やっぱり両親に一番最初に知らせました。何か言葉言われました？マジかです。おめでとうと。いや、ウォールス休みに帰ってて、そういう話をしてて、多分今年も無理かなっていう話をしてたので、まあいい報告できて良かったです。まあ驚きの言葉だったんですね。そうですね。まあこの場を借りて何か教えたいことがあれば。ご縁ですか。見てますかね。見てくれたかな。ああ、じゃあ見とってみます。無理やり？大丈夫？はい。お父さん、お母さんと言っていいですか？言われてます。試合が登録されることになりました。今までも応援してくれてたけど、またこれから一軍で出ることになればテレビでも映ると思うので、これからも応援よろしくお願いします。では最後にですね、ファンの方に、はい、背番号も含めて自己アピールお願いします。自分の持ち味は、足が速いことだと思うので、これからファンの皆さんの前で自分のスピードを見てもらえるように、早く、一日でも早く一軍に上がってプレーできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。大地さんのレッズサインとお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。